おはようございます。速稼塾の久保です。本日もよろしくお願いします。まあ、常識的な生き方っていうのはね、時にして自分の行動を狭めてしまいますよね。常識でいるべきか、非常識と生きるべきか、もういろいろありますけども、まあ、型にはまらなくていいのかなと思っちゃいますよね。まあ、その中で最近速稼塾の生徒さんがの中ではね、 YouTube がね、 YouTube がかなり派手に目立ってきた、流行ってきたっていうところがあります。もう YouTube をね、皆さんしていただけると、一人一人のまあ、非常識なところね、いい意味で非常識なところが見えてきて、とっても個性的でいいかなと思います。これはね、マイアミさんのミスターマイアミさんの言葉でもあるんですけども、日本人っていうのは結局分かっていても手を挙げなかったり、できるはずなのにやらなかったり、人に譲ったりすると、まあ、そういうことを言われてるんですよね。私もそういうところはね、まあ、いいところもあるんですけども、往々にして自分を隠す、自分を平均的な自分に押し込めるっていうところでは、本当に自分らしく生きていけるのかなと結構疑問に思っちゃったりするんですよね。今回はですね、YouTube のチャンネルをいっぱい、速稼塾の中でも解説してくださっている方が多いんで、その人一人一人にちょっとね、フォーカスを当てて見ていっていただきたいかなと思います。で、今回はですね、非常に重要な発信をしていただいている西阿波倉村の山根さんをちょっと取り上げております。そしてそこに対して私もアンサー動画の方をね、お送りしますので、合わせて見ていただければと思います。きっとですね、皆様にも分かっていただけると思うんですよ。なんで私がね、西阿波倉村にかなり注目しているのか、そしてそこで活動している山根さんに何をね、期待しているのかってことですよね。まあ、期待っていうとね、押し付けがましいんですけども、気楽に構えていただきたいんですよ。で、山根さんにはこういうことをしたらいいんじゃないかなっていう風なね、アドバイスと言ったらちょっと報告がましいんですけども、まあ、これもね、速稼塾のカリキュラムの一つと思って聞いていただければと思います。で、他の地区にお住まいの方にも無関係なことではないんで、この西阿波倉村、これからもね、注目していただきたいと思うんですよ。私はこれからも西阿波倉村にもっともっとね、注目してフォーカスして、できればね、そこでちょっと活動していきたいなと思ってるところなんですよね。はい、では以上でございます。皆さん、今日も良い一日を。